起きろよ。風邪ひくぞ。エレン、あれ、私いつの間に寝てたんだろう。よっぽど疲れてたんだろう。何か長い夢を見てた気がする。今日はもう何もしないでゆっくりしてようぜ。でかい魚も釣れたことだし。ミカサ、なんで泣いてんだ。え、なんでだろう。私ここにいてもいいのかなって気がして。もうどうすることもできないだろう。え、俺たちが全てを放り出してここまで逃げてきた。あの日からマーレの戦争が終わって2ヶ月、パラディ島侵略戦争がもうじき始まる。逃げなきゃみんな殺される。アルミンも俺たちを必死で探しているだろう。俺にはヒストリアを地獄に落として永遠の殺し合いをすることも、島の外の人間を大虐殺することもできなかった。それならもうあと4年の余生を静かに生きよう。誰もいないところで2人だけで。そう言ってくれたのはミカサ、お前じゃないか。うん、ごめんね。この話はしない約束だったのに。もう一つの約束していいか。俺が死んだらこのマフラーは捨ててくれ。お前はこの先も長生きするんだから、俺のことは忘れて自由になってくれ。頼むよミクさん、忘れてくれ。